ありがとうございます。カメラお願いします。はい、日本テレビの内田と申します。この度おめでとうございます。ありがとうございます。日本勢として19年ぶりに、国際棋戦で優勝を決められました。はい、凱旋されて、はい、今のお気持ちをお願いします。はい、そうですね、優勝したこともそうですし、こういうふうに多くの方が空港で出迎えていただけたことも非常に嬉しく思っております。この優勝を決められたとき、まずどのようなことを思いましたか？そうですね、昨日の対局は非常に厳しい展開でしたので、そこをなんとか勝つことができて、最初はこうほっとしたという気持ちが一番でした。まずこの優勝、誰に伝えられました？そうですね、はい、こちらから伝える前にこういろいろたくさんのお祝いの言葉をいただいたので、その本当に日本で応援してくださるファンの方々にこう感謝の気持ちをお伝えしたという感じです。このご自身のこの19年ぶりの勝利というものが囲碁界にとってご自身でどのようなものになると感じられてますか？そうですね、はい、やはりこう、自分が世界戦で優勝することで他の棋士もそれについてくれたら嬉しいですし、またこういう活躍を見て若い世代、囲碁の知らない世代がこう囲碁に興味を持って始めてくれたら嬉しいです。ありがとうございます。各社さん、ありましたでしょうか？昨日はよく寝られましたか？あ、はい、すいません、あ、はい、先ほどもちょっとお話ありました、若い世代というか子どもたちも出迎えてくれました。日本のスターからまた世界のスーパースターという形になってくると思います。これから若い世代、どういうふうに囲碁を始めてくれたらなというふうに、囲碁を楽しんでくれたらなというふうに思っていらっしゃるでしょうか？そうですね、はい、やはり囲碁はこう世界中に広まってますので、はい、こう言葉が通じなくても盤上でこう心をこう通じ合わせることができるというのが一つ大きな魅力だと思いますし、またこう年齢ですとか男女ですとかそういうところも垣根なく世代を超えて交流できるというのがもう一つ魅力かなというふうに感じてますので、ぜひそういった囲碁の魅力というのをこう若い世代やもっと上の世代でも囲碁の知らない方々に知ってほしいなという気持ちはあります。すぐ名人戦が第3局以降控えますが、はい、そのシリーズに向けての思いを伺えたらと思います。はい、そうですね、最高の形でまた名人戦に弾みをつけることができました。第3局までは1週間空きますので、その間はゆっくり休んでまた新たなスタートという気持ちで頑張りたいと思います。おっしゃるの第4局、第5局がなかったことで、はい、少し日程的にも余裕が出るのかなと思うんですが、はい、何か、体に詰めることだと思うんですけど、はい、何か したいこととかありますでしょうか？そうですね、はい、この3日4日間はゆっくり休みたいと思います。ありがとうございます。昨日の対局終わってから飛行機でどのような仕事をされたか、はい、昨日夜対局終わってから、はい、戻ってくるどういった過ごし方なんですか？そうですね、地元の方もこう非常に熱心なファンの方が大勢いまして、結構中国ですと、非常に多くの方がこう戦争を持ってゴーサインに来られるので、結構その対局終わって、いろいろ記者会見や表彰式が終わった後に、そうですね、30人ぐらいのファンの方がこうサインを求めに来て、それにこう、ずっとサインを書いたりしてたんですけれども、なかなか貴重な経験だなというふうに感じていました。地元の仙台市でもですね、かなりファンが優勝が近くに来たんです。
まあ、地元に対するその思いというか、はい、まあ、そうですね、あの先月大会で仙台に行った時にもこう本当に多くの方々に応援していただいたので、まあ、それをこういうふうに形優勝という形で恩返しすることができたのは非常に嬉しく思います。はい、すいません、あの、はい、ちょっと先ほど前の質問とかぶるんですけれども、はい、やはり将棋と比べてこういったあの囲碁の大会っていうのは世界のライバルのただとも戦うことになります、はい、やっぱりそういったところでそういったところも踏まえてこの囲碁の魅力っていうのをお伝えいただけますでしょうか。はい、そうですね、はい、うん、まあ、なかなかここ近年は囲碁界厳しい状況になりますけれども、まあ、これを機にやはり、うん、そうですね、その、まあ、囲碁の持つ、まあ、奥深さですとか、まあ、先ほども申しましたように、まあ、世代や国籍、そして、まあ、男女間の壁というのを越えてこう交流できるという、まあ、そういう魅力を、まあ、知ってほしいなというのもありますし、まあ、あの今年あの仙台でアマチュアの大会が、あ、仙台、日本でアマチュアの世界大会があったんですけども、そこにはこう60の国と地域からこう参加されてまして、まあ、こう非常にこう囲碁を通じて世界のどこのどこにいる人とでもこう交流できるという、はい、まあ、それをこう肌であの実際感じましたので、はい、やはりまあそういうところが、まあ、日本の持つ国際性というか魅力なのかなというふうに感じています。ありがとうございます。ありがとうございました。お疲れ様でございました。ありがとうございました。ありがとうございました。お待たせしました。それでは次期の記者会見を始めます。まずはじめに幹事社の林氏の竹内記者より最近質問をお願いいたします。毎日新聞のフェイスブックで藤井さん、世界一おめでとうございます。世界一決められて、半日近く経ちましたが、今の心境を改めて伺えるようになります。あの昨日優勝決めることができて、まあ、今日ここにいるのは少し不思議な感じですけれども、はい、まあ、昨日のその対局後の表彰式で、まあ、こう思いの時を書いた時ですとか、こう多くの方にお願いしていただいて、やっとこう少しずつ優勝の時間が湧いてきたと思います。昨日は、まあ、対局を終えられてどのようにお過ごしになったのか。そうですね、はい、先ほど終わった直後は、やはりその、まあ、場面のことを考えていまして、はい、まあ、かなりこう途中は苦しい結成でしたので、なんとか最後だけできてよかったというふうに、まあ、ほっとする気持ちが非常に強いです。世界戦、優勝したのは、まあ、日本勢としては19年ぶりの、まあ、開催になります。まあ、石井さん、これまで世界戦ですね、まあ、何度も、まあ、苦しい戦いというか、悔しい思いをされてきたと思いますが、今回は決勝に進んでですね、まあ、しかも勝ち切ることができた、この要因は何だとご自身は思われますか。はい、まあ、自分自身も10代の頃から何度も世界戦に出る機会がありましたけれども、まあ、なかなか、まあ、思いの努力は残せていないという、でまあ、今回の試合は、まあ、こう初めて決勝に残ることができて、そうですね、決勝前で勝ち起こったりしたんですけれども、そこでこう、まあ、3番勝負中1敗で接することができたのが、まあ、一つ、自分にとって、まあ、15分間の試合になりました。世界王者になられたんですが、いかがですか、これまでちょっと見える風景というか、景色というのは変わったと思います。そうですね、はい、やはりこう一つ大きい結果を残しておられて、まあ、嬉しい気持ちはありますけれども、まあ、まだまだ、まあ、中国や韓国も強い気持ちがありますし、まあ、そしてまだ実力の上では、まあ、今ナンバーワンと言っている新水さんにはまだこれまで部分が多くあると思いますので、まあ、少しでも、まあ、そういう棋士との差を詰めていけたらいいかなというふうに思います。今回ですね、まあ、おっしゃる本戦から、場面の対応でどうこう指摘し
して、まあ、一緒に戦うことになったと思うんですが、今回この許さんの存在というのは藤井さんにとってはどのような存在だったでしょうか。はい、S16 の試験で日本勢で残っているのが一人でしたので、まあ、この人で戦うときは少しこう不安な部分も多いんですけど、今回は許海人さんがずっと投稿してくれたことで、まあ、かなりこう、まあ、精神的にも心強かったですし、またこう前日の大学前日にこう一緒に追加研究とかしたり、まあ、そういう意味でもこう一緒に心強い存在で、そして許海人さんがこう7月の時のまあ、S16 から準備して、8月の決勝に進む今回の第3局というふうに、まあ、同行してくれたことが、まあ、一つ、まあ、優勝の原動力になったのかなというふうに思います。対局負けの終えられる人さんには何か言葉をかけられるかお話しされることになりますか。そうですね、はい、人さんもその7月以降に自分が受賞してくれたときに、まあ、僕が世界チャンピオンになるのを昔から見たいというふうに言ってくれたですね、まあ、それが非常に、まあ、自分の中で嬉しくて、まあ、それをこう、まあ、渡すことができて、まあ、少し他に対しても、まあ、恩返しとか、はい、お金出すとか、そういう示すことができたかなと思います。今回は、まあ、一力さんの提案というか、初なので、まあ、今回は徳田さんの動向という話が出てきたと思うんですが、今後ですね、同じような国際大会、世界戦で、同じようにですね、また誰か、一緒に同行してもらうのか、そういうお考えなどございますか。そうですね、まあ、その時になってみないとわからないんですけれども、やはり今回に関しては、徳田さんがこの、まあ、研究パートナーとしてもそうですし、通訳としてもそうですし、こう、まあ、非常に、まあ、同い年でよく、まあ、僕らも接することができる、存在でもあるので、非常に心強い存在ではありました。ちょっとまあ、将来のことは分からないですけれども、はい。まあ、ただ、まあ、本来はというか、その許さん自身も選手としてもこう、同じように世界戦で、どれだけ活躍してほしいという気持ちもあるので、まあ、そうですね、今後は、まあ、2人で残って、選手として残っていけたら理想かなと思います。この点どうなんでしょう。例えば日本チームの方もですね、まあ、システム化じゃないですけど、ゲームバックですとか、国際大会ではそのようにしていくというようなことを、チームさんとして求められるということがあるんでしょうか。そうですね、はい。昨年頃から、そのチームですとか、そういうところに、まあ、自分からこういろいろ提言して、いろんなやり方を変えたりですとか、まあ、そういうふうなことをしてきたんですけれども、まあ、今回の、まあ、その、してやはりその、世界戦で見ていたサポート体制というところが、まあ、中国、韓国に比べてちょっと今まで弱かったなという部分が感じていて、それはその昨年アジア大会に出た時に非常にこう感じたところでありまして、まあ、韓国ですと、まあ、こう選手の他に本日の選手や、まあ、韓国コーチが常に競合している状態で、まあ、こうかなり万全の状態という印象を受けたので、日本も、まあ、そういう中国で韓国のシステムでいいところはこう積極的に取り入れていきたいなという感じはあります。今週ですね、今年の春、科学振興者の取締役になられてですね、まあ、本格的な交流での活動が、まあ、続いてきたわけですけれども、周囲の話では、まあ、二刀流ではですね、なかなかこう世界チャンピオンになれないじゃないかみたいな関係もあったんですが、それを覆しての世界観と、この辺、どのようにご自身、捉えていらっしゃいますか。そうですね、はい。まあ、もちろん、こう、撮影のも大変な部分ではありますし、はい。まあ、周囲がそういうこういう、そういう声もありましたけれども、まあ、こう、自分にとってはもう前例のないことに挑戦するのがやりがいというふうに感じていますので、はい、今までのこう常識というのも、まあ、そうですね、自分がこう、まあ、10年ぐらい前ですと、なかなかその大学まで行って大統領の知識がなかったので、まあ、大統領の知識は誰も行かないというふうに言われた時期もありましたし、まあ、そういう今まで前例がなかったことをこう、まあ、いい意味で使いしていきたいなという、まあ、こうずっ
で7年で15年になりまして、今年も27歳ということで、どうなんですか、年齢的にもお棋士としてですね、今ご自身、まあ、ピークというんでしょうか、一番頂点に来ているというような感覚力はお持ちでしょうか。そうですね、はい、うん、今までの中では一番いい状態で来ているなと思いますけれども、あ、うん、自分の中では、まあ、これからどんどんまだまだ成長していきたいと思いますし、はい、年齢ということは、年齢のことはあまりこう気にせず、こう、まあ、日々成長を積み重ねていきたいという気持ちは強くているので、あまりこう今がピークというふうには考えてはないです。まあ、これからさらに増えていくというふうに思います。最後になります。来週、まあ、また名人戦大学が、まあ、行われます。これから何回目の対策が続いていくと思うんですが、まあ、今後の、まあ、大きな目標がありましたら、教えていただきたいんですか。はい、そうですね、はい、まあ、これ一つ世界的優勝というテーマのところにできたのは、まあ、それとはどういったかですけれども、やはりそのこれから2つ3つとこう優勝を重ねていくというのは大きな大変なことだと思います。で、まあ、そこにこう、まあ、世界戦に出した機会はこう、こう最近は増えていますので、またそういうところにチャレンジを作りたいという気持ちがありますし、まあ、日本の棋士全体のそこまでというところも、まあ、自分がこう先頭を切ってやっていけたらなという気持ちです。ありがとうございました。お疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございます。それでは他に質問ありましたら受け止まりたいと思います。それに関するご質問の前からシャネルとお考えをしていただけますでしょうか。いかがでございましょうか。日経新聞の北村です。本日はおめでとうございます。ありがとうございます。ご視聴お伺いします。地域では子供の頃に憧れていた、そしてプロを目指していたわけなんか、自身として教育があるので、その教育が、2005年に世界戦を優勝して以来、19年ぶりの日本の棋士が優勝ということになります。その憧れていた教育さんの記録が受けて、坂田の優勝されたときに、それに関してはやるかなと思います。そうですね、翔さんはこう自分が2世時代プロを目指しているときにこう一番大丈夫を取られていた先生ですし、はい、こう間近でタイトル戦の予想金額を比較したときに、そのトップ棋士のオーラというか、それが一番と感じた方でもあります。でこう、まあ、入団した後も非常にこうお世話、個人的にもお世話になってましたし、やはりそうですね、こう翔さんのように世界戦優勝するような形になりたいというのは、ずっとこれに当初から思い浮かべていた形ではありましたので、そうですね、その昨日ちょうどこちらで開催をされていたということで、まあ、昨日決めたいという気持ちも、はい、ありまして、まあ、それをこう実現することができて非常に嬉しく思います。いかがでしょうか。産経新聞の出しなんですけど、どうございますか。長官の話が出ましたけれども、対抗が終わった後はですね、今までで長官からのメッセージというか、やり取りがもしあれば教えてください。そうですね、長官から直接は今連絡が来てなかったんですけれども、うん、他の棋士の方からはこう一緒に多くの声がありますので、ご覧いただきました。今後、どういうふうに期待していくというのか、またその中に行きたいなと。
この間行われた参戦対応選手は結局誰も抜けることができなかったので、まあ、かなりこう国レベルですとまだ、まあ、中国や韓国とは少し差があるかなというふうに感じているのが率直なところですね。はい、ただ一方でその、まあ、トップの杉本さんに関しては新人層さんは少しこうトップ集団の中でも続けている場面が一緒あるんですが、まあ、その他の棋士に関しては、まあ、自分自身も含め、まあ、中国や韓国の棋士とそんなにこう大きな差はないかなというふうに感じていまして、はい、まあ、そうですね、今年は世界戦が行われた IPLG 杯と何段階の新人層さんに向けて有名会は中国の県を作って国主さんの方は台湾の第2さんということでこう、まあ、韓国、中国台湾、日本の棋士が同時に同じ年に優勝するというのは、まあ、ちょっと、まあ、かなりこう珍しいというのが初めてなんじゃないかなというふうに思いますね。それくらいこう、まあ、トップ層の実力というのはこう AI の影響もあって更新しているのかなというふうには感じます。ただそうですね、その、まあ、その下の層といいますか、やはりまあ中国ですと、まあ、それに匹敵するような棋士が、はい、30人、40人というような本当に層が厚いというまあ、大方で感じていますので、まあ、その辺の、そしてそこを、まあ、トップを狙えるような層の厚さを本当にこう日本でも位置づいていかないとちょっとこれから、まだ厳しいかなという感じでは今思います。そういった、まあ、方針という形もなっているので、そういった育成とかも、まあ、そのチームを通して引っ張っていきたいというのもいいですか。そうですね、はい、私はチームの技術に通してまた実際に対応するそのチームの協力としてから対応する機会も、まあ、ここ1年は増えていますし、はい、そういう対局ですとか、まあ、いろいろこうその他に研究会とかやったりして、そうですね、こう自分が主導して、囲碁界の方と、まあ、棋士が全体のレベルアップにつながれるような活動をしていきたいなというふうに思います。繰り返し。よりチームの考えを持つと、1年だと思うんですけども、小さくかなりの自分が引っ張っていくんだと思っていて、引っ張っていくんだというふうに発見していく機会が増えてきたと思うんですけど、この辺りというのは意識の変化、何かきっかけみたいなのがあったんですか。はい、昨年の夏に本を登録しまして、その後8月からこの中でしばらく3年間ぐらい対面の国際戦がなかったんですけど、昨年の8月から実際に中国や韓国に往来して世界戦が復活したんですけれども、まあ、そこでこう現地に中国や韓国に行った際に、まあ、日本の第一印象というふうに使われることが増えたような印象を受けまして、まあ、そうですね、そのあたりから、まあ、こう責任感というものをこうより強く感じるようになったというのが一つありまして、やはり大きかったのは昨年のアジア大会ですかね。そこでこう、まあ、逆転に任命されたんですけれども、はい、はい、男子団体と女子団体で銅メダルを獲得できたんですが、まあ、自分自身納得いく結果ではなかったですし、やはり一番そのアジア大会で印象に残ったのが個人戦で、まあ、台湾の強豪高校さんが、まあ、中国韓国のトップに勝って優勝したというところを間近で見る経験があって、それがこう自分の中で一つ大きな、まあ、よりこう強くなりたいという思う原動力になったというのはあります。これから先、中国は国レベルでは、もし経験が必死に出てきてもいいと思うんですけれども、1日3分これから1日3分あるいは1番か追いかけるような世界に対して、これからどういうことを期待したいですか。そうですね、はい、まあ、今の10代、20代前半の発展も非常に AI の研究の功績はかなり深く熟知しているように思いますし、はい、まあ、合格性で
ありますけれども、まあ、やはり先ほど申しましたように、まあ、中国と比べると少しその辺りの相関さという点ではまだまだ、ちょっと厳しい部分はあるかなというふうに感じていますので、はい、そうですね。ただこういうふうにこう一人結果を出すと、まあ、次は自分もというふうに思う人が、まあ、増えてくるというのは、まあ、他の業界でもあると思うんですけども、まあ、そういうふうにこう、まあ、家庭の人たちが思ってくれれば、まあ、まあ、今回こういうふうに決勝した会があるかなというふうに思います。ご質問いかがでしょうか。不動産商業のことを申します。よろしくお願いします。最近の再生かなり過激程度になりますが、出場機会が増えている傾向にあると思います。それも、まあ、一つの要因だと思いますが、まあ、その秋山さんがなかなかどうぞ入っている中でも、こう過激にでもやりたいというところがこういう点にもなってきたのかなと思うんですが、その秋山さんともいろいろ再生についてお話をされているしかないのかなと。まあ、その宮本さんの存在というのはどのようなところにあったか、ちょっと教えてください。はい、そうですね、宮本さんとは入団してから一番こう家族対応しているとして、まあ、どの内容に関しては一番こう大きく印象的で存在です。はい、でそうですね、国際線に関しても宮本さんが何時代にこういうたくさんご出場したいというふうな要望をこういろんなところに働いていただいたおかげで、こういうふうに現在では多くの世界線に技術を目指すという出場できる機会が増えているというふうに認識していますので、そういうところには非常に感謝していますし、はい、まあ、韓国でもこう 30代になってもこう活躍していると思いますし、まあ、山さんと、はい、35歳ですけど、まだまだ父として活躍されてますので、やはりこう、まあ、自分としてはずっと山さんの姿を心がけてきた存在ではありますし、はい、結構そうですね、まあ、理想の第一人者像というような印象を、まあ、自分の中では描いて、ありがとうございます。ナショナルチームについて中国、韓国、台湾なんですね、まあ、毎日のように、まあ、平日であれば9時から5時までやっているような環境で、まあ、日本の時は、まあ、まあ、どういう経験では、まあ、その周辺の内容が多くなっている状況です。ただ、まだ、まあ、ナショナルチームについて改善できるところがあるのかなと考えたとき、資産はどのようになったり、また具体的にこういうふうにしたいというようなものがあれば教えてください。はい、まあ、日本の場合ですと、まあ、所属が東京、大阪、名古屋に分かれているので、なかなかその毎日、というところは、なんか他の国に話をするのは難しい部分もありますけれども、そうですね、やはりまだまだその改善できる点もあると思いますし、まあ、そうですね、世界戦へのサポートという面では、まあ、今回のように、例えば、プサンのタイトですとか、そういうサポート面をこう充実していけば、充実させていけば、こう日本の技術でもしっかり結果出せるだというところを、まあ、今回示せたというのが一つ大きかったなと思いますので、はい、まあ、今後も世界戦に向けて、こう一丸となって取り組んでいくというところを、まあ、そのチームのメンバー、まあ、一人一人と共有していけたら、まあ、そういう意識が必要持っているだけでは違うと思いますので。はい、そういったところを指定大学の部分からも、まあ、こう、まあ、自分が指導していろいろやっていきたいなと思います。私はですね、中国では両親、まあ、神と先生言われてたりしますけど、そう呼ばれているときに、どう認識を持っていますか。そうですね、まあ、いつからかそういうふうに呼ばれて、ちょっと神ってあからにつけたのは少し気難しいと思われるんですけども、はい、中国に行きますと、多くの、はい、ファンの方がいまして、まあ、少し日本にいるときよりもこうファンの熱量というのは高いなというふうな印象を受けまして、例えばホテル、会場のホテルとかでも、こう、
出待ちでずっと、まさかの昨日も、旅行終わって社会人の後ロビーに行ったら30人ぐらいのこう中国人のファンの方がこうサインを求めて待っているというような状態がありまして、はい、まあ、こう非常に、まあ、中国のその若い層の熱の高さというのは感じましたし、まあ、理想としては日本も今後そういうふうにもっと若い世代に始まってもらえたら嬉しいなという気持ちではあります。一回のスポット、それがある程度、まあ、実現できた部分もあるので、そこ
こに対しては充実感というのは感じています。4月に名人戦に行けばなんですけども、そのリーグ戦はある程度その試合